はい、ということで栗ちゃん、はい、いよいよまあ出だし OB 打って9と、はい、次のホールでもナイスボギーということで、はい、いよいよ締めの3番ホールよろしくお願いします、はい、3ホール目、はい、パー4となっております。まあ距離的には370ぐらいかな、はいはい、まあ、ちょっと左からのアゲンストですけども、はい、まあせっかくなんでね、はい、1回ぐらいパー取れるようにね頑張ります、はいはい、では早速ティーショットお願いします、はい、白いところですか。いや もちろんバックティーです。ここですか。クリちゃん白からやらせるわけない全部バックティーよ。ここですね、はい、ここはじゃちょっとまあでもまあバックティーといっても370だから、はいはい、まあもう見て分かるようにもう右はちょっとなんか大変そうでしょ、はい、左気味で、はい、そうもうできるだけクリちゃんね、はい、もう素振り省いた方がいいわ。素振りなしで、素振りなしイメージのみ。おお、まあ向いたとこまっすぐですね。まっすぐでした、はい、向いたとこ左向きすぎちゃいました、うん、ちょっとね、はい、まあでも悪くないけどやっぱりもうちょっとやっぱりこうちゃんと振った方がいいよ。あ、うん、当て落としてるから。あ、はい、だから例えば、はい、例えばねちょっと見てて、例えばこうこういうとこで終わるんじゃなくてこうこう振ってこう体にクラブがぶつかって戻るぐらいさ、こうバーンとぶつかってくるぐらい、もう首にバーンとぶつかってくるぐらい振り切った方がもうちょっと多分ね、はい、気持ちよくスイングできるし、今言ったようにちょっとダフってるから、はい、それもう一回やってみようか。で試しにクリちゃんさ、はい、今僕やってみたいに、はい、もうクラブで頭打って頭バカになるぐらい振ってみて。わかりました。ちょっと滑り一回じゃあしてみようか。ぶつかった？ぶつかないです。なかなかぶつかないです。オッケー、オッケー。こんな思い切り。オッケー。はい、少し体を起こして、少し離れてね。はい、気持ちよくフィニッシュまで行って。はい。いいけどな。やりちゃいましたね。うん。でもやっぱりちょっと左向いてるかな。うん、球は悪くないよ、はい、うん、前の右45度はだいぶ良くなってきたけどね。もう一切ないですね、はい、悪くないです。左45度になりつつある。いやそこまでは言ってないけどねやっぱりこうどうしてもこう構え方がこうターゲット見て、はい、まずこうしっかりこうフェースをこうセットして、はい、この時は体はまだターゲットとこのここをね旗とこう自分のボールをこうセットしてこうやって入ってここでこう構えてからこう握ればいいんだけども、最初から構えに行っちゃうから、あ、そこら辺もやっぱりルーティンをちょっといろいろ工夫した方が今後いいかもしれないね。はい、はいはい、まあでもまあ悪くないです。こういう右手で入った方がいいかな。そう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 、うん、そうでね、意外とねこう右向いたり、まあ、クリちゃんは左向くんだけど、はい、こう右向く人がやっぱ多いわけ。さっきのね2番ホールも右かなり向いてたけど、はい、こう自分がこう例えばねこうまあ後ろにこう立つでしょ、はい、でこう何かこう球筋をこうイメージして、まあ、ここら辺通したいなと思ってこうフェースをまあそこら辺にこう入ってた時に、この時に自分のこの胸の中心ね、はい、こ胸の中心で旗を、例えば旗狙いの旗をこう感じて、こことあそこが整体する感じでこう入ってくると、はい、意外とね体ってまっすぐ向けるのね、はい、だからどうしてもこの肩をターゲットに向けたりしてしまうんだけど、この胸の中心をこう旗に対して整体するようにすると、体のラインというのはターゲットというか左側に来るから、はい、あのターゲットラインというかね、打つラインは肌にこう向いてきたりするので、自分の体の中心をこう合わせるとかっていうのは一つコツなのでやってみてください、はい、まあまあまあとりあえず OB じゃなかったし、はい、いいと思います。はい、はい、あれ良かったです、はいはい、まあでもね右パーンって言ってた時よりかよっぽどゴルフになってるから。ああ良かったです、うん、いやー、はい、ということでグリちゃん、はい、まあ、かなりやばい場所に来ましたけども、はい、まあ、強烈なつま先下がりの左足上がりです、はい、でまあ当然こう斜面を避けて右に打ってしまうと、はい、隣のホールに行ってしまうので、当然こう斜面の方を打たなきゃいけないんだけど、まあつま先下がりだけど幸いにしてこう左足が上がってるので、はい、やっぱり球は上げやすい状況ではあります、はいはい、だからまあ普通に球が上がると自分で無理に上げようとか思わないで、はい、それにしっかりとスイングしてくればいいと思うんだけど、はい、まあクラブ的にはまあユーティリティとかの方がいいかな、はい、はい、意外とねこういうちょっとラフのところっていうのは、
あのこういうウッド系の方が滑って結構こうナイスショットになりやすいです、はい、かえってアイアンの方は突っかかってミスになりやすいので、はい、まあ、ユーティリティで全然いいと思います、はい、はい、では行きましょう、はい、狙いはね、その目の前のちょこんとした木があるでしょ、右側のすぐそこの、はい、あそこの左側にこう黄色い木があるじゃん、あります、はい、あそこの間ぐらいです。でこの傾斜で一番多いミスというのは、はい、ボールが遠いところにあるので、はい、ちょっとでも打ち行くと、はい、クラブがボールの上に降りてきてしまってチョロになります、はい、だからさっきも言ったようにラフの時はもう手前の芝も根こそぎ打っていくつもりで、はい、打ってください、はい、じゃあ行きましょう、はい、手前の芝も根こそぎ打つつもりでね、はい、誰も見てないです近いんですか、ね、行きます。うん、まあやっぱり今みたいにこう直接ボールに行ってしまうと、はい、あえてこう少しトップ目に当たっちゃうんだよね。じゃもう一回考えてもらっていい、はい、はい。でボールの位置はね、もう少しね左でいいです。左、はい。でさっきはもう右にちょっと実は置きすぎてるんだけど、でちょっとね、ここにブロッコリーあります。ブロッコリーじゃないや、これなんだっけ、松ぼっくりありますので、はい、もうこの松ぼっくりぐらいから、はい、もうまとめてボールを打っていくぐらい、芝を芝と一緒にね、はい、そういうつもりで打ってみましょう、はい、うまい、完璧ですね、完璧です、はい、今ぐらいの意識でも実際ダフらないじゃん、だからどうしても現場に行くと多くのアマチュアプレイヤーはボールに気持ちが行くんだけども、はい、ボールに気持ちが行ってもクラブはボールに来ないから、はい、だからかなりいつも言うと右サイドでしっかりクラブさばくとあんなにいい球を打てると、はい、ちょっとうますぎたね今のはね、良かったです、はい、はい、ということで行きましょう、はい。